こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、外見で保育園を解雇された男性。なんかフランス、イタリアかな、これ。なんか保育園のね、先生が外見をね、理由にクビになったらしいというね。まあ、外見でクビになるって、これ普通ありえたらいかんちゃけどね。だって人それぞれ個性があって、まあ、外見だっていろいろあるん。人種もいろいろあるしね。まあ、そんなね、外見でクビになった保育園の男性が、外見だけではなく中身も見てって訴えてるらしいっちゃんね。まあ、ではちょっとね、早速その先生の、元先生のね、外見を見てください。こちらです。やばくない？怖いよね、これ。全身タトゥー、しかもなんか目真っ黒やし、これはね、保育園クビになるよね。なんかアーティストとかで活躍するなら言っちゃけど、この見た目で保育園児、これ泣くし、大人も泣くよね。保護者も絶対泣くやろ、これ。さすがにこの外見で中身も見て、まあ、中身もいいかもしれんけど、やっぱこれ子供に悪影響やろ。トラウマになるしね。まあ確かにね、そのもう怪人やけど、この見た目、幽霊というか。でも、まあ、こういう人でも中身を見てほしい、中身で判断してっていう考え方、これを広めようとしてるのは大事なことと思うけど、でもないよね、幼稚園保育園の先生でこの見た目はね。まあ、世界にはいろんな人がおるっちゃね。まあ、でもミルキーブルーのこの外見で保育園の先生したらどんななるかやな、どんな反応するかやなね、子供たち。まあ、分からんけど、とにかく、まあ、人は外見で判断はしてほしくないという、このタトゥー人間の、タトゥー先生の訴えでした。それでは。